開始となりますが、その前に一つだけお願いしたいことがあります。ベルーガたち結構光に敏感なんです。皆様の携帯電話やカメラなどのフラッシュがバシャッと光ってしまいますとびっくりしてこのイベントが続けられなくなってしまうかもしれませんので、ぜひですねちょっと暗いんですがフラッシュは光らない設定での撮影にご協力をお願いいたします。はい、それでは時間ですので早速始めていきたいと思います。皆様改めましてこんにちは。はい、元気いっぱいありがとうございます。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。午前中は少し雨が降っていましたがだんだんと晴れてきましたね。さあこのですねベルーが今日はですね3頭が登場してくれます。また後ほどねこのガラスの前にもご挨拶に来ますので楽しみにしていてください。さあそれではですね早速このイベントを始めていくんですが、その前にですねこのベルーがという変わった生き物について少し紹介したいと思います。ベルーガは先ほども言いましたように白イルカと呼ばれるほど体の色が白いことが最大の特徴です。なぜ体の色が白いのかというと、ベルーガの住んでいる海に秘密があります。ベルーガたちは野生では北極の周りに暮らしています。とっても寒いところです。この北極には一年中真っ白な氷が浮いています。この白い氷と同じ体の色をすることで敵であるシャチやホッキョクグマから見つかりにくくしていると言われているんですね。そのために体の色が白いんです。しかし生まれた時から白いというわけではありません。生まれた時はちょうどですね私のこの着ているこの袖の部分ぐらいちょっとね黒っぽい灰色をして生まれてくるんですね。それが成長するに従って徐々に白くなっていきます。まあ、体全体が真っ白になるには十数年かかるんですね。体の色が白ければ白いほど大人であるというのが分かります。さあこのプールに泳いでいる3頭のベルーガたちもそれぞれ少しずつ体の色が違います。光の加減でちょっと分かりづらいかもしれませんが、皆さんよくこの後見てくださいね。さあそしてですね北極の寒さに耐える必要もありますので、ベルーガの体にはたっぷりと脂肪がついています。この脂肪がコートのような役割をしてくれるんです。お客様にはよく太ってると言われてしまうベルーガたちですが、これがベルーガの標準的な体型です。体長はだいたい4メートルを超えるぐらいですね。そして体重はなんと1トン近くあります。はい、このような大きな体をしている動物なんです。さあこのようなベルーガを名古屋港水族館では現在6頭飼育しています。今回は3頭が頑張ります。1頭ずつですねこちらのガラスの前にやってきてもらってご挨拶をしてもらいたいと思います。さあそれではですねまずはメスのベルーガ、グレイというベルーガを呼んでみたいと思います。さあこちらにやってきてくれました。早速登場です。さあ皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、首を縦に振ってこんにちはとご挨拶をしてくれました。グレイはとっても真面目な性格をしているベルーガです。そして結構ね、いろいろ何でもできちゃいます。くるくると回ってくれていますね。とっても上手です。そして口もパッ、はい、開くことができますね。立派な歯が生えているの見えますか。はい、とっても上手に見せてくれました。グレー上手だったね、ありがとう。帰ってください。はい、こうやってですね私の合図で上のトレーナーまで帰っていって、はい、たくさん餌をもらっているようですね。はい、こんな感じでやっていきたいと思います。今度はですねプール中央、はい、画面の中央にね映っているメスのベルーガ、名前はナナというベルーガを呼んでみたいと思います。はい、上から登場してくれました。さあナナちゃんもご挨拶してみましょう。はい、こんにちは。はい、こんにちは。グレーよりもね動きが激しいですね。実はこの首横にも動きます。とても上手ですよね。ナナは2007年にこのプールで生
まれた名古屋港水族館生まれのベルーガです。はい、くるくる。ナナも好奇心旺盛な、とてもですね遊び好きのベルーガです。ナナはですね、遊びの中からいろいろと生み出してくれる天才でもありますね。で、そうだよね。はい、さあナナちゃん今日は頑張ってもらいたいと思います。ナナもね、最後に口をパッ、はーい、プル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 、はい、とっても上手に動かしてくれています。この柔らかい口、皆さんぜひ覚えててくださいね。これが今日のキーポイントとなります。はい、ナナありがとう、とっても上手でした。さあ、そしてですね、最後にやってくるベルーガ、一番体の大きなベルーガなんです。 1.2 トンぐらい体重があります。さあ、それでは呼んでみましょう。こちらにやってくる、練習中なので来れるか分かりませんが、はい、さあ合図が出たようですね。お、やってきました。体がひときわ大きいのが分かりますね。はい、分かりましたか、ね、こちらに来るので精一杯なんですね。まだまだ練習中なので、これからもうちょっと何でもねできるように頑張っていきたいと思います。はい、最後にやってきたベルーガはニコと言います。2017年のですね夏にこちらの名古屋港水族館にやってきてくれました。あ、2016年ですね、2016年の夏にやってきました。まだまだですね、できることが少なくて最後の出番でした。はい、さあそれではですね、今日はこの3頭で元気いっぱいやっていきたいと思います。今日はベルーガの不思議な魚の食べ方ということで、現在名古屋港水族館では3種類の魚を与えています。まず1種類目、これはこの大きな魚、皆さんご存知ですか。これはニシンと呼ばれている魚ですね。お腹の中に数の子が入っていることで有名です。そして2種類目、このちょっと茶色っぽい魚はホッケです。皆さんが知っているのよりも少し小ぶりだとは思いますが、これもホッケですね。そして3種類目、このひょろっと細長い魚、ちょっと形はサンマに似ていますが、これはイカナゴと呼ばれる魚です。少しね、ご存知のお客様もいらっしゃると思いますが、このイカナゴなんですが、ちょっと変わった魚なんです。英語ではサンドイール、砂のうなぎと呼ばれているんですが、実はですね、このイカナゴ、このような海の底の砂の中に潜る性質があるんですね。このように砂の中に隠れて敵から見つかりにくくしていたり、眠っていたりすると言われるんですね。そのことから砂のうなぎと呼ばれているんです。このイカナゴ、脂が乗っていてとても美味しい魚です。ベルーガたちも野生でも実際に食べていることが知られている大好きな魚です。さあ、このイカナゴ、砂の中に隠れていると言いましたよね。砂の中に隠れているイカナゴを一体ベルーガたちはどうやって捕まえて食べるんでしょうか。今日はベルーガの不思議な魚の食べ方ということで、このイカナゴのちょっとですね、捕まえ方といいますか、狩りの方法を、実験装置を使って再現をしたいと思います。はい、それでは上から実験装置を下ろしてもらいましょう。さあ、このですね、実験装置の透明の筒の部分、この中にイカナゴがたっぷりと入っています。ですがベルーガたちには人間のような長い腕ありませんよね。どうやってこの筒の中のイカナゴを食べるんでしょうか。ぜひじっくりと観察してみてください。はい、それではまずはナナがやってきます。さあ、やってきましたね。はい、どうでしょうか。しっかりと口の中に入っていたのが見えましたよね。どうやって食べていたか分かりましたか。吸ってる、大正解です。ナナは吸い込んでイカナゴを食べていました。ですが吸い込むだけではないんです。見てくださいね。
今わかりましたか。ナナが口をハフハフと動かしていましたよね。これ水を吹いているんです。水を吹きかけることでイカナゴを舞い上がらせて口元まで来たところを吸い込んでいるんですね。はい、そうやって見てみると見えない水がなんとなく見えるような気がしませんか。はい、しっかりとですね、水を水鉄砲のようにして飛ばすことができるので、このような底に沈んでいるイカナゴも舞い上がらせることができるんです。先ほど見せてくれたようにとても柔らかい口を持っています。私たち人間のように口をうっとすぼめるようなことができるんですね。そのためにこうやってピンポイントで水を吹きかけることでイカナゴを食べることができるんですね。はい、さあ続いてはもう少しね上手なグレイがやってきてくれると思います。ナナはまだまだ口がちょっとね小さいんです。ですがグレイはとっても口も大きく上手なので、はい、たくさん食べてくれていますね。一度にたくさんのイカナゴが口の中に入っています。とっても上手にこのイカナゴを食べることができています。まあ、実際にはこのような筒は自然界にはありませんので、砂の中に隠れているイカナゴをめがけて水を吹きかけて砂ごと舞い上がらせます。そしてそこをイカナゴだけ吸い込んで捕まえて食べると言われているんですね。ベルーガたちあまり早く泳ぐことというのが得意ではないので、砂の中や岩の間にじっと隠れている生物を捕まえる方が効率がいいのかもしれませんね。そのためにこのように口がよく発達したと言われています。はい、ベルーガたちとっても上手にこの筒の中のイカナゴを食べてくれましたね。水族館では私たちトレーナーが口の中に1匹ずつ魚をあげて入れてあげていますが、自然界では今もこの瞬間もですね、すっごく器用な口を使って狩りをしているかもしれませんね。はい、とっても上手な狩りの仕方を見せてくれました。さあそれではですね、ここからは先ほど上手に使っていた口を使った特技を披露したいと思います。皆さんバブルリングってご存知ですか。はい、聞いたことありますよね。今水を吹いていましたが、水ではなく空気をふっと吹くことで泡のリング、バブルリングを作ることができるんですね。さあそれでは早速見せてもらいたいと思います。あ、上からね、イカナゴが舞い降りてきましたね。はい、さあグレイ気づいてくれるかな。あ、気づきましたね。とっても上手に食べてくれました。さあグレイね、もう一度口の中見てみましょうね。はい、グレイもできるかな。お、ちょっと揺れてますね。はい、この柔らかい口を使ってバブルリング見せてもらいたいと思います。さあグレーのバブルリングは上からやってきます。いきますよ。どうでしょうか。はい、綺麗なバブルリングでしたね。自分に当たっていました。さあもう一度見逃した方のために、さあ今度も綺麗にできるかな。よいしょ。おー、上の方でしたがとっても綺麗ですね。さあそれではもう一度行ってみましょう。はい、プレーもう一回。さあ行きますよ。それ、おー、一番綺麗なリングでしたね。グレー上手だね。はい、さあそれではね、ちょっと口から出ているのが見えなくて怪しかったので、今度は口から出すダブルリング一瞬です。おー、ちゃんとリングになっていましたね。はい、とっても綺麗です。よいしょ。おちょっと崩れちゃいましたが、さあ最後いきますよ。はい、はい、とっても上手でした。グレイありがとう、とっても綺麗だったよ。はい、グレイね、最近ちょっと調子悪いことがあったんですが、今日はバッチリでしたね。しっかりと口からリングが出ているというのもお分かりいただけたと思います。さあそれでは
このバブルリングがもっと得意なナナにこちらにやってきてもらいたいと思います。さあ、ナナはね、本当にちょっと天才なのかもしれないとね、ちょっとひいき目かもしれませんが、思ってしまうほど何でもできてしまうベルーガです。さあ、ナナちゃん頑張りますよ。うん、頑張るよ。さあ、いきます。もう一度グレーと同じリングを作ってもらいましょう。はい、はい、ちょっとね、グレーより上手なの分かりますか。もう一回いきます。はい、上手ですよね。グレーより長い時間続きます。はい、とっても綺麗ですね。もうナナはね、自分の作っているリングが綺麗か綺麗くないかというのはね、自分でも分かるみたいなんですね。はい、もう一回。お、いいですね。はい、とても上手でした。はい、ちょっと一回空気を吸ってきてもらいましょう。さあ、ナナはもう一種類リングを作ることができます。実はですね、先ほどから泡を出している頭の上、鼻の穴があるんですが、ここから直接リングを作ってみたいと思います。さあ、綺麗なのができるかな。よいしょ。おー、上手ですね。さあ、もう一回。よいしょ。お、すごく綺麗です。ナナちゃん上手だね。はい、さあ、もう一度こちらでも。よいしょ。おー、今日絶好調ですね。3つのうち3つが綺麗という、とってもいい調子でやってきてくれています。さあ、ここからが本番です。今のですね、リングをくぐりたいと思います。日本の水族館ではですね、多分ナナしかできないと思います。さあ、それではナナちゃん、いきますよ。はい、ちょっともうちょっと綺麗なのでいこうかな。はい、いきますよ。はい、はい、いって、よいしょ。はい、皆さん見えましたか。ありがとうございます。はい、ナナちゃん上手だったね。あれ、自分でですね、綺麗なリングをくぐりたいというナナの意思もあるんですね。はい、さあ、それではもう一度最後になると思います。いきますよ。はい、ちょっと崩れちゃいましたね。いくよ。はい、はい、いってらっしゃい。おー、はい、どうでしょうか。とっても上手でした。ナナちゃん、ありがとう。はい、これね、多分本当に日本の水族館ではナナしかできない技だと思います。今日はね、たくさんご覧いただけて、私もとっても安心しました。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、地味に思われがちなベルーガたちなんですが、いろいろとね、特技や、はい、変わった狩りの仕方覚えていただけたでしょうか。それでは最後にもう一度ナナに来てもらって、皆様へお別れのご挨拶をしてもらいたいと思います。ぜひまたこの可愛らしいベルーガたちに会いに来てください。皆さん、さよなら、バイバイ。ありがとうございました。はい、以上でベルーガのイベントは終了となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、この後もですね、名古屋港水族館さまざまなイベントをご用意しております。最後までごゆっくりとお楽しみください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうね。はい、バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。はい、ナナありがとう、よかったよ。はい、皆さんありがとうございました。なお、ご使用になられましたマットなどは指定の位置まで戻していただくようご協力をお願いいたします。